どうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、夏休みに絶対に遊びたいおすすめ RPG ゲームを10選紹介していきたいと思います。今回紹介するゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になります。説明欄にダウンロードリンクが貼ってありますので、気になったゲームがあったらぜひ遊んでみてください。それでは始めていきましょう。まず最初に紹介するのはイース6オンラインになります。日本ファルコムの30年以上続く人気 RPG イースシリーズがスマホゲームになって登場しました。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、イース6の原作ストーリーをメインとし、過去の記憶や親密イベントなどオリジナルストーリーを加え、イースシリーズならではの優しさを体験できます。続いてですね、高品質のアートで表現されたイースの世界を楽しめます。魅力あるキャラクターたちが斬新な姿で現れます。美しい冒険舞台のカナン諸島もより一層広大なオープンワールドになっています。それ以外にもですね、バリエーション豊富なコンテンツで王道冒険 RPG を体験できます。競技場、協力プレイダンジョン、ワールドイベントなどの冒険要素も豊富でですね、様々なクエストから豪華報酬が獲得できたり、取引所で冒険者たちと取引することもできます。最後にですね、爽快なアクションバトルも気軽に遊べます。独自のデュアルスティック操作で正確にスキルを発動できます。オート操作も搭載しているので、忙しい方でもスマホを放置するだけで手軽に楽々プレイができます。次に紹介するのは原神になります。本作はアニメのような超高画質の 3D 画質と無限に広がるオープンワールドを冒険できる新世代オープンワールド型アクション RPG ゲームです。2020年にリリースされ、短い期間で Apple ベスト iPhone ゲームや Google プレイベストゲームなど数々の賞を受賞しています。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、波乱万丈の冒険の旅が遊べます。超高画質の山々や川、美しい背景の中でね、無限に広がる広大な世界を自由に冒険することができます。本当にね、ソロプレイでも没入感を味わえますね。続いてですね、7つの元素を駆使した戦闘が楽しめます。風、炎、雷、水、氷、草、岩の7つの元素が存在しててですね、元素を組み合わせることでね、強力な力を生み出すことができますね。例えば水と炎で蒸発させたり、雷と水で感電させたりね、多彩な戦闘も楽しめます。それ以外にもですね、本格的なマルチプレイが楽しめます。ソロプレイで楽しむ以外にもね、フレンドを招待して友達と協力して遊べるマルチプレイもありますね。別ハードのプレステ4、PC 間でマルチプレイが可能なのでね、たくさんの友達と一緒に遊んでみてください。次に紹介するのは二の国クロスワールドになります。本作は配信前から去年配信した原神に似ているということから話題になっていた MMORPG のスマホゲームです。原神と違って、本作は企画制作も国内の会社レベル5が務め、アニメーション作画はスタジオジブリの豪華スタッフが務めています。音楽も多数のジブリ作品を手掛けてきた久石譲さんが音楽を担当しています。二の国クロスワールドでは、前作の任天堂スイッチやプレステ4、 PC 版の二の国シリーズを受け継ぐファンタジーアート RPG ゲームをスマホゲームで遊べるようになりました。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作は現実と幻が共存するストーリーが楽しめます。仮想現実ゲーム、ソウルダイバーを通じてもう一つの世界へたどり着いたプレイヤーを壮大な冒険が待っています。終わりのない冒険と限りない平和が共存する二の国で広がる物語が体験できます。またアニメのようなオープンワールドが楽しめます。アンリアルエンジン4のカートゥーンレンダリングで具現化された世界で、キャラクターの表現や小さなアニメ一つ一つに感情が込められている美しい世界を隅々まで冒険できます。それ以外にも個性豊かなプレイヤーキャラクターが登場します。神秘に包まれた剣士ソードマンから、魔力が秘められたスピアを使いこなせる優雅なウィッチ、あらゆる賭けを操る天才技術者エンジニア、いたずらアーチャーローグ、豪快にハンマーを振り回す戦士デストロイヤーなど、二の国ではプレイヤーがなりたい自分になることができます。次に紹介するのはアークモバイルになります。本作はですね、全世界1000万人以上が遊んでいるアークシリーズのスマホアプリ版でね、恐竜と一緒にクロス島でサバイバルが楽しめれるオープンワールド型恐竜サバイバルアクションゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、アークシリーズ初の無料で遊べます。一般的に遊ばれている PC とプレステ4版は有料になるんですけども、こちらのスマホアプリ版は無料で遊べます。有料版の PC とプレステ4版と比べてですね、建築物の制限や恐竜の捕獲
獲できる数に制限があるんですけども、ほとんどのシステムや機能が使用できるので十分がっつり遊べます。続いてですね、スマホアプリ版のプレイヤー限定になるんですけども、ソロプレイ以外にもですね、マルチプレイでお友達とチームを組んで一緒に協力してサバイバルを楽しめます。それ以外にもですね、多彩な恐竜を捕獲したり育成してサバイバルを楽しめます。こちらはですね、80種類以上の恐竜たちが生息しててですね、プレイヤーは捕獲した恐竜をペットにして飼育することができます。次に紹介するのはソード&ブレイドになります。ソード&ブレイドは超爽快感満載の新作剣技 MMORPG ゲームになります。ゲームの世界観は正派と邪派の2つの派閥が争っている中、主人公は影として豪華の世界で運命に立ち向かう物語です。ゲームの見どころ1つ目は剣術で、スマホゲームの王道である銃器を一切使いません。鬼滅の刃やルローニケンシンや仮面ライダーセイバーなど近年注目されている刀をふんだんに使い、無限に広がる広大な世界と絵画のような美しい幻想世界を冒険できます。また画質は映画級グラフィックスなので、日村剣心になりきったかのように存分に遊んでみてください。ゲームの見どころ2つ目は超爽快感の見応え抜群なアクションで、高く跳ねたり速く走ったり自由自在な飛行で移動ができる蛍光機能やジョブごとに異なる剣術剣法などを駆使したインパクトあふれる攻撃アクションやエフェクトを使用したスキルモーションなどを使います。そのためルローニ剣心の日村剣心みたいに超爽快な剣術アクションを楽しめます。ゲームの見どころ3つ目は多彩の流派で、それぞれの職業には2つの流派が存在し、合計12流派から選ぶことができます。自分に合った流派で剣術アクションを楽しみましょう。次に紹介するのはリネージュ 2M になります。リネージュシリーズの最新作の次世代オープンワールド RPG ゲームです。ゲームの見どころ一つ目は新時代の 3D グラフィック技術で、アデン大陸を舞台に高精細に描画されたフィールド、細部まで作り込まれた街並み、精細に描かれた鎧の模様や精密なキャラクターの表情など、驚異のグラフィック技術でまるで映画のようなファンタジー世界を体験できます。ゲームの見どころ二つ目はモバイルゲーム最大級のオープンワールドで、1億250万平方メートルに及ぶ圧倒的スケールのオープンワールドで、全ての地域に高低差が存在し、ローディングなくシームレスにどこまでも歩いて冒険を楽しめます。現在すでにスマホ MMORPG で大人気の原神やコードドラゴンブラッドに並ぶほどのスマホ MMORPG が今回の紹介しているリネージュになると思います。ゲームの見どころ3つ目はレアルで迫力のあるバトルで、1万人以上が集まる大規模バトルで、圧倒的な規模感と没入感を体験できます。衝突処理技術により近づいてくるモンスターの存在を体感し、ぶつかりながらバトルを楽しむといったよりリアルなバトルが味わえます。まず最初に紹介するのは凹凸世界になります。本作は13歳、19歳の子供から大人までに向けて開発されていてですね、ストラテジー要素とマルチプレイを融合させたハイペース一体型バトルが楽しめれるアドベンチャー系 SRPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、攻防選択が一体となった新たな遊び方が楽しめます。多彩な個性あふれる能力を持ったキャラと豊富な攻撃バリエーションが操作できます。でさらにですね、各キャラクターの個性と強力なスキルの組み合わせでですね、多彩な戦略と手に汗握る痛快バトルが楽しめます。続いてですね、多彩なパズルが遊べます。パズルクエストではですね、ターン制限やギミックの謎を解くなどの様々な条件をクリアする必要があってですね、プレイヤーの個々の戦略攻略テクニックが試されます。それ以外にもですね、豪華声優陣が声優を務めていますね。週刊少年ジャンプで連載されていた名作銀魂の神楽役で有名の釘宮理恵さんや、フェアリーテールの主人公夏役で有名の柿原哲也さんなど、多くの豪華声優陣が登場します。続いてですね、新感覚の PVP バトルが楽しめます。 PVP バトルはですね、創造的なマップと SRPG が融合したことでですね、競技性が高くなり、より深いバトルの世界観が体験できます。またですね、全てのキャラクターがフルランクに同期されているのでね、公平なバトルと型破りのハイスピードバトルが楽しめます。最後にですね、フレンドと一緒に多彩なミニゲームが遊べます。凹凸キャッチャー、凹凸ブロック、逆境リバーシーなど懐かしい定番カジュアルゲームが遊べます。バトルの合間の息抜きなどに思う存分友達と一緒に遊んでみてください。
次に紹介するのはニーアリンカーネーションになります。ニーアリンカーネーションはスクエアエニックスとアプリボットが送るスマートフォン向けコマンドアクション RPG ゲームです。ゲームの見どころ一つ目は本格派なゲームで、本作はスマートフォンアプリでありながら家庭用ゲームさながらの美しいグラフィックスです。広大かつ奥行きのある 3D フィールドまで作られており、アプリの域を超えていると感じます。ゲームの見どころ二つ目はバトルで、戦闘はコマンドバトルで進行、自動で敵を攻撃するオートモードも搭載です。初心者の人やゲームが苦手な人でもできます。シンプル操作ながら戦略的な奥深さを十分に味わえれるバトルとなってます。ゲームの見どころ3つ目はキャラクターの育成で、メイン武器やサブ武器などの装備品の自由な取り替え、キャラクターレベルや装備品レベルの成長など育成要素がふんだんに用意されています。お気に入りのキャラクターをとことん成長させましょう。次に紹介するのはラグナロクオリジンになります。本作は新生したミッドガルト大陸を舞台に、プレイヤーは他の大勢のプレイヤーと世界を共有し、マルチプレイを存分に楽しめれる王道の MMORPG ゲームです。そんな本作はどのようなゲームかというと、本作は職業を自由に選択し、自分だけのキャラクターを作成できます。基本となる6つの職業、ソードマン、アコライト、マジシャン、シーフ、マーチャント、アーチャーから自身のプレイスタイルに合った職業を選択でき、同じ職業でもステータスやスキル、装備によって戦闘スタイルは大きく変化していきます。また数多くのモンスターとバトルが楽しめます。スキルを駆使してモンスターを蹴散らす RO らしい爽快感のあるバトルシステムを継承しています。強敵に打ち勝つには個々の役割、スキルを生かした連携が鍵を握ります。それ以外にもコーディネートを楽しみながらカメラモードで仲間とセルフィーも楽しめます。好みのヘアスタイルや瞳、衣装を選んで思い思いのコーディネートが可能です。カメラモードを使えばお気に入りのロケーションで思い出の一枚を残すこともできます。最後に紹介するのはエクリプスサーガになります。本作は人類の文明を破滅に追い込むエクリプスサーガから世界を救う 3D アクション RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね、多彩な戦略と爽快アクションバトルが楽しめます。ダンジョンは多種多様なテーマで作られていてですね、トラップの回避や迷宮の探索などね、ローグライト要素満載の本格 3D アクションバトルが楽しめます。またですね、キャラクターにはそれぞれ独自な戦闘スタイルがあってですね、爽快なアクションに派手なスキルが使えたり、状況に応じてキャラを使い分けたりとね、戦略要素が満載です。続いてですね、壮大な神々のストーリーを体験できます。一人称視点で描いていてですね、心を揺さぶる膨大で練り込まれた物語を体験できます。神話時代から現世まで神々の視点で世界の裏側の物語を追体験できます。最後にですね、友達と一緒に協力してレイドボス戦が遊べます。近くの友達や遠くのフレンドと遊べたりですね、マッチング機能で全サーバーのプレイヤーと一緒にレイドボス戦が遊べます。こんな感じでですね、夏休みに絶対に遊びたいおすすめ RPG ゲーム10選を紹介しました。こちらのチャンネルではですね、暇つぶしに遊べるスマホゲームから長期休みにがっつり遊べるスマホゲームまで、幅広くスマホゲームを紹介しています。またですね、公式 LINE では定期的にスマホゲームのお得情報をプレゼントしていますので、もしよかったら登録してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。Side by side, our fears are done.